前回のあらすじ。リフォームのご依頼をいただいた株式会社アクト。お客様のご要望や工事の内容を職人を含め社長と入念に打ち合わせを行いました。今回はそんなリフォーム物件の工事がスタートします。板の天井も、で壁は大壁で、大壁はしもあの柱と柱の間動物打って、ボード止めていく感じで、ね、リビングの方の床がもう弱かったらもうめくって、弱そうやったらもう部分的にめくって、いや多分部分的にめくるやったらもう全部めくった方が、ほら勝負早いっすわ。まあ一回ちょっと相談しますわ。今はね、残地物。でもあれなんですけど、残地物撤去中ですね。基本的には、だいたいこういう家具関係はもう撤去された後に改装とか入るんですけど、今回はもう家財道具、残ってるやつもろとも撤去で、っていう物件、案件、ご依頼内容だったんで、とりあえず解体の前に搬出ですね。全然依頼あれば全部こちらで出してやりますね。ゴミの処分もこちら。でこれが全部片付いた後にようやく内部のこの解体が始まる感じですかね。まあでも。だって業者が我々に頼んでもらったら、もう大人数でやるんでね、自分らで出す手間も省けるんで、いいかなと思いますけどね。まあそうだね、専門業者さん、まあいるっちゃいるけどね、ちょっとね。一応お客さんには残してほしいもの、専門と分けてもらってるんですけど、一応ね、予算の集合上とか、人の手配とか、で今回はまあうちでまあ内装解体とかやりますけど、まあ業者さんに依頼したりとかは、あうちからね、うちから解体さんに依頼して解体してもらうっていうのもあるんですけど、この物件はなかなかちょっと収まりが難しいところとかがあったり、解体さんよりまあもう次作る大工と。でも解体して、おたまり考えながら解体していくっていう物件ですかね。楽やし安心してもらえますかね。もう昔の家なんでね、作りが。でもこの天井も全部解体して、床も今畳ですけど、全部畳も撤去して、もう昔ねこれ見てください。これ。高さこれガーン当たるからもう次はもっとあの背の高い背の高い開口に変更して、でこっちは何でも本当押し入れですね。押し入れもうこれももう背が低いんでもうこれも全部撤去して、で次はもうクローゼット、こうオレ戸のねこうパタンって折れる扉に変更して、でこっちはもう開口だけ、まあ物大きいですかね。まあ何に使われてもいいんですけど、まああのおいおいちょっと見えてくるかなと思うんですけど、全部の開口がね、本当もう1メーターこれどうだ60か50ぐらいかな。昔はこれで OK だったんですけどね。これ使いにくいですよね。で今回キッチンも入れ替え、まあお風呂はあの以前きれいにされてるんで。そのまま使用して、中全部ですね、天井、壁、床もう全部新たに綺麗に直すという物件ですね。
明日全部出せたらもう早くて明後日にはもう天井落として明日どこまでコンテナ2個持ってきた。それともあの午前午後で入れ替えてくれるとか、そんねんたらいけるけど多分あと残りこのマットレスだけでも結構な。そうやね。その日にその日撤去。あと1箱、2箱、4箱入らへんかったらもうコンテナ以外の車で来てもらって、これも全部撤去でいいですね。全部撤去です。このタレカベもそうです。うわ昔の呪落やんか。うわ全撤去。タンス関係も全部バラさなかにやな。うん、今この和ダンスもいいってあってね。もういらないらしい。どっからもね。そうっす。でこの障子とかも全部撤去でね。タンス関係、箱関係が多いから、変わるわね。すぐ待ってなと思う。私たちは新しい空間を作り、お客様に合わせた設計デザインをします。滋賀の最高な職人集団、それが株式会社アクトです。現場管理に来るときはついでに手伝ったりすることが多いです。まあ、できることだけなんで、荷物の運搬とか解体の仕分けとか簡単な作業だけなんですけど、他の業者さんが来るときは立ち会いして説明してみたいな感じですね。今日はもうある程度片付いたんで、もう昼くらいには会社に戻ろうかなと思うんですけど。株式会社アクトではデザイナーが施工管理を行う物件もあり、簡単な作業をお手伝いするケースもあります。今回の物件は 1,2,3,4,5 枚と、あとパースが20枚くらいあるのと、工程表とかもあったり、キッチンの図面とかもあるんで、全部で多分40枚くらいあるかもしれないです。物件によりけりですね。もっと多い物件は多いですね。今回リフォームなんで、そんなに多くないです。そんな靴持ってたっけ？あ、前の靴なくなっちゃったじゃないですか。新しく買いました。あ、そうなん？あの、アシックスの。なくなった？会社でどっか行ったんやと思うんですけど、どっかの現場でなくなったのか。最後に工程表と完成イメージのパースを作業場に貼り付けて、この日は現場を後にしました。